GPS 衛星、GPS 衛星、GPS 衛星とはグローバルポジショニングシステムで用いられる人工衛星である。正式名称はナブスター衛星である。このシステムの最初の衛星ナブスター1は1978年2月22日に打ち上げられた。GPS 衛星コンステレーションはアメリカ空軍第50宇宙航空団で 運用されている。核衛星は搭載したセシウムまたはルビジウムの高精度原子時計による時間情報と約6日ごとに更新される全衛星の外略精度の天体歴、軌道情報のこと、外略歴とも言うと約90分ごとに更新される衛星自身の天体歴を含むデータを18秒の信号に乗せて30秒周期で1、2GHz 1.5GHz 帯によって送信している。利用者はこの信号を受信することにより、複数の衛星からの情報をもとに、高度な演算によって、受信地点の正確な3次元位置が得られる。1993年12月8日に、と、で24機が揃ったため、が整い、初期サービス運用が開始された。1995年4月27日には、 のみで24機が揃ったためを達成し、正式なサービス運用が開始された。各衛星は高度 2200km、軌道傾斜角55度、周期12時間の純動機軌道上にあり、各衛星は昇降点経度が60動機となる6種類の軌道面ごとに4個が配置され、合計24機で基本となる衛星コンステレーションを形成する。 2009年12月現在の運用数は31機であり、衛星が増えることで測定精度が向上する。7機は基本となる衛星コンステレーション以外の軌道上にあり、これにより仮に複数の衛星が故障しても運用に支障がない信頼性と有用性と上調性を確保している。これらの軌道配置によって地上のどこからでも遮るものがなければ、 同時に6以上の衛星が視界に入る。各衛星は、荒い精度のコードと高精度の P コードの少なくとも2種類の信号を直接拡散スペクトラムコードによって送信している。C、A コードは1023チップの疑似乱数コードを使い、毎秒102.3万チップの速度で送信しているため、1000分の1秒ごとに乱数は一順する。 それぞれの衛星は C、A コードに固有の拡散符号を使っているので同じ周波数で同時に送信しても受信時に分離することが可能になっている。P コードは毎秒1、023000チップの疑似乱数コードを使い毎週繰り返されている。通常の運用状態では P コードは Y コードによって暗号化されて P、Y コードを作り、 有効な暗号解読鍵を持つ解読機だけが解読できるようになる。C、A コードと P、Y コードは利用者に正確な時刻を伝える。M コードは軍用のコードで GPS 信号に対する高強度のジャミング下でも運用を可能にする。GPS の周波数は以下の通りである。百七十八年にナブスター一が打ち上げられてから十機のブロックの 衛星が成功裏に打ち上げられた。しかし1981年12月18日に打ち上げられたナブスター7は失敗に終わり失われた。ブロックアイ衛星はその後に打ち上げられたブロック E 衛星と似たような軌道面を取るが軌道傾斜角は63度である。ブロックアイは GPS の概念を検証するための衛星でありシステム開発の 各段階を反映したのである。11機の衛星の打ち上げから学んだ教訓は次の世代の衛星の開発に生かされた。ブロックアイ衛星はロックウェル・インターナショナルが製造した。1974年にロックウェル・インターナショナルは8機のブロックアイ衛星を製造する契約を与えられた。1978年に追加で3機の衛星の製造の契約を結んだ。 衛星は三軸制御方式である。2枚の太陽電池板は設計寿命時点で400ワット以上を供給し、ニッケルカドミウム蓄電池に充電される。S バンドは完成とテレメトリーのために使われる衛星地上リンクシステム。UHF チャンネルは宇宙船と地上の間のクロスリンクに使われる。ヒドラジンスラスターは軌道修正に使われる。 リアクションホイールを持ち、機体底部を地球中心方向に向けさせる。ナビゲーションに使われる信号は、L バンドの 1575.42MHz、L1 と 1227.60MHz、L2 の2つである。ブロック E シリーズの最初の衛星は1989年2月14日に打ち上げられた。ブロック E 衛星は GPS 衛星の第二世代の衛星である。 最初の本格的に運用された GPS 衛星である。地上指令センターの制御信号を受けることなく2週間システムが運用できるように設計されている。ロックウェル・インターナショナル社は、ブロック I 衛星を製造する契約を1981年に改定し、ブロック E の SVN ナ、no. ンバー12の衛星を1機、製造する契約を結んだ。 改めて1983年にロックウェル社は、ブロック E、ブロック E や衛星量シリーズを合計29機製造する契約をした。衛星は、ブロック I シリーズと同様に三軸制御方式である。リアクションホイールを持ち、機体底部を地球中心方向に向けさせる。太陽電池板も同様に2枚のパドル式であり、供給電力は、設計寿命時点で710ワット以上に、 拡大されている。S バンドは完成とテレメトリーのために使われる衛星地上リンクシステム。UHF チャンネルは他の宇宙船と地上の間のクロスリンクに使われる。ヒドラジンスラスターは軌道修正に使われる。ナビゲーションに使われる信号は L バンドの、L、1 5 7 5 4 2ヘルツ L1 と1 2 2 7 6 0ヘルツ L2 の2つである。 衛星には、ルビジウム及び、セシウム原子時計が、それぞれ2機ずつ搭載されている。すでに前期運用を終了し、新衛星へと置き換えられた。ブロック E を基本とし180日間、コントロールセグメントと連絡せず運用が、可能。ブロック E は14日間となっている。1990年11月26日より1997年11月6日、 までに19機が打ち上げられた。1996年にロックウェル・インターナショナル社の宇宙防衛部門はボーイング社に売却された。SVN-23 の衛星にだけラザロというニックネームがついている。これは2007年4月に命名されたもので初期からついていたわけではない。ニックネームの由来は一度は機能停止していたのが、 復活したことから死後四日目に生き返ったキリスト教の聖人ラザロにちなんで命名されている。老朽化した初期の衛星の代替のため1989年にジェネラルエレクトリック・アストロスペース社、後の事業売却のためロッキード・マーティン社となるとの間で契約が結ばれた。当初は二十一機のイヤ衛星を製作、打ち上げの予定であったが、後期の発揮は、 後継のアーム衛星へ変更された。衛星本体は、ロッキード・マーティン社の AS-4000 型衛星をベースとしたもので、この衛星より、RB 原子時計を3つ搭載、従来は CS と RB 原子時計各2つを搭載に変更されている。打ち上げは1九9七年一月十七日に、イヤ -1 がデルタ E で、ロケットで打ち上げられたが、 打ち上げ12秒後にロケットの爆発と共に失われた。同年6月23日イア -2 がデルタ E で打ち上げられ、以降2004年11月6日までに合わせて12機が打ち上げられた。イア衛星に L1 及び L2 周波数上の M コードを載せた、組用信号と L2 周波数上の L2、C 面用信号、L により高強度を発信するように改良を加えた。 モので2005年9月26日より、デルタ E により、合計8球打ち上げられた。M コードは、軍用で、敵対的な GPS 信号へのジャミング対策が、されている。ボーイング社による、第2世代4番目の GPS 衛星として、開発された。さらなる衛星の長寿命化と、他ユーザーへの対応のためのプロセッサーの高速化及び、記憶容量の強化が図られている。 三つ目の民用信号 L も周波数の提供に対応している。2010年5月28日に初号の衛星がデルタアイボム、4 2に,により打ち上げられ、2010年8月27日に一般向け稼働を開始した。以降デルタアイボム4、4 2とアトラス V により合わせて12機打ち上げられる予定。次世代の GPS 衛星で年月米空軍と ロッキード・マーティン社の間に開発契約が結ばれた。同社の A2100 衛星バスをベースとして、開発、最初の衛星は、EEA シリーズで8機製造され1号機は201年に、打ち上げを予定していたが、予算削減により2016年へ延期された。以降、5を8機、5が16機の合計32機予定されている。 新しい4つ目の L1 周波数上の L1C 民用信号が利用できるようになる見込みであり、並行して軍用 M コードも改良される。L1C 信号はヨーロッパのガリレオシステムの民用 E1 信号や日本の順天調衛星ステムと互換性を持つ予定。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。